幕末から明治維新にかけての偉人志士といえば皆さん坂本龍馬や西郷隆盛などを思い浮かべるでしょうか。今日はそんな志士の中でも動けば雷電のごとく発すれば風雨のごとしと評された人物高杉晋作についてお話ししていきたいと思います。幕末に列強が黒船で来て次々と不平等条約を結ばされるといったような日本の危機ともいえる時期に、危機を回避するためにも列強と諸外国の情勢を学び、藩や国を変えるために時に命を捨てる覚悟で無謀とも思えた決起をした人物でもあるんだ。だからこそ命知らずの激しさを持ちつつ頭脳明晰で強い情熱を持って周囲を特に叱咤したという点で皆に尊敬されつつも恐れられるようなそんな人物だったと思うね。なるほど。日本がかなり厳しい時代に活躍したある意味文武両道とも言えるリーダーだったんだね。その通りだね。高杉晋作は一歩間違えれば日本が列強の植民地になってしまうという激動の時代の中でとても重要な役割をした人物なんだ。実はわずか27歳でその生涯を終えてしまうんだけど、27歳で亡くなるまでの間に数々の偉業を成し遂げたエピソードがあるんだ。27歳って今時で言えば社会人になって数年経ってまだまだ若手ひよっこ扱いされそうな年なのに、そんなに27歳までに偉業を成し遂げれたの？確かに現代の日本で考えるとスポーツ選手で活躍したりでもしないとなかなか27歳で世の中に名前を残すほどのことを成し遂げられることって難しかったりするよね。ただ逆に言うと27歳だからこそのエネルギーや体力、気迫があったとも言える。特に命を懸けるような場面が多い当時の志士たちにとっては若さがなければとても張り合っていけない状況だったと思うんだ。その上で27歳までに長州藩をリードし、後の明治維新の原動力を作ったという意味ではとても若さがあり、ある意味エネルギーに満ちた時代だったとも言えるね。なるほど、今とは大違いだね。そうだね。ただこれは現代の日本が年齢に縛られすぎていて、もしかしたら本当はもっと若い世代が活躍した方が日本が良くなるのかもしれないね。そういった意味でも高杉晋作のエピソードは結構面白いものがあるから紹介していくね。 OK、 何か自分たちの仕事や人生についても参考になるかもしれないね。そうだね。それでは説明していくね。高杉晋作は江戸時代の末期1839年に長州藩士の長男として生まれる。そして1867年で生涯を終えた時にはわずか満27歳だった。わずか27歳の短い生涯だったんだけど、さっき話したように高杉晋作は日本が幕末から明治維新で生まれ変わり、なんとか欧米の列強からの不平等条約を跳ね返し、その侵略を防いでいくといった大切な時期にいくつかのとても重要な役割を果たしたんだ。そんな高杉晋作のエピソードの中で最初に当時画期的な身分に関係なく志願兵を集める騎兵隊を作った話、次にわずか80名程度で幕府に屈服しかけていた長州藩を立て直すために高壇寺で挙兵した話、最後に長州藩が列強4カ国の連合艦隊と無謀にも戦った下関戦争の時の話と3つ順番に話していきたいと思います。おお、なかなか激しそうなエピソードがあるんだね。それではよろしく。了解。それではまずは高杉晋作が騎兵隊を作った話から。高杉晋作が24歳だった1863年、長州藩は列強の外国艦隊から自分たちの領土を守るための対策を考えていて、そこで高杉晋作が騎兵隊の創設を発案し、この初代監督に就任するんだ。騎兵隊は当時としては画期的で、身分に関係なく志願兵を集めた戦闘部隊でした。しかもこれが長州藩の正規常備軍の一つとして編成されることになったんですね。この頃日本では長く続いた江戸時代で各藩の軍隊も平和武器していて、各自の能力と関係なく身分を重視していたり、武器も合理性よりも伝統や形式を重視するなどかなり弱体化していたんだけど、この頃までは特に外国から侵略される恐れもなかったし、日本国内の戦争もなくなっていたから誰もこれに異論を唱える者はなく、ある意味刺激がなさすぎて組織が腐ってきていた状況だったとも言えるんだ。そんな中で急に黒船が来航して、日本で一番祝っていた江戸幕府が気づけば対抗する力もなく、星が引けて不平等条約を結ばざるを得なかったというのがまさにこの幕末だったんだ。そんな時に高杉晋作はわずか24歳にしてこの問題点を見抜き、くだらない身分の違いなどを取っ払って同時に合理的に最新の兵器を揃え、銃隊や砲隊などを体系的に組織することで実践的で強力な軍隊を作り上げることを企画し実行したんだね。騎兵隊って名前は知っていたけど、そんな苦しい状況の中で作られた軍隊とは知らなかった。しかも名前からすると特殊なチームのようなイメージだけど、意外とやってることは現代の感覚からすると正統派なんだね。
そう、騎兵隊の木のイメージからすると特殊な軍のチームかと思ってしまうんだけど、やっていることはとても合理的で、むしろ主流の軍隊とした方が良いくらいに思うよね。逆に言うと明治維新をリードすることになる長州藩も、この頃はまだ藩内には古い感覚の武士が多くて、彼らからしたら武士以外の農民や商人など平民から軍隊を作っているという時点でプライドが許さなかったかもしれないし、最初はバカにされたかもしれない。高杉晋作はもちろん自信とプライドを持ってこの騎兵隊を作ったはずだけど、名前は長州藩の周囲を納得させるためか、こういう名前になったんだと思う。なるほど。確かに江戸時代は武士とそれ以外の農民や商人といったら身分が全然違っただろうから、かなり驚かれたのかもね。けど高槻晋作は自分自身は武士なのによくそんなアイデアを思いついたな。それも海外の事情を勉強したりしていたのかな。うん、高槻晋作は優秀だったけど、身分制度のある江戸時代の志士として生まれて、さすがにゼロからそんなアイデアは思いつかないよね。高槻晋作は実は18歳の頃、吉田松陰が教えていた松下村塾に入って松陰から教えを受けているんだ。吉田松陰は幕末の志士として有名だけど、吉田松陰はアヘン戦争でイギリスに清が敗れた事実の分析や、欧米列強の軍事力や兵法の内容を学んでいるんだ。黒船が来た時には知識を得るために黒船に乗り込もうとしたくらいの人なんだよね。そんな吉田松陰の松下村塾で高杉晋作は教えを受けているから、その時学んだことを高杉晋作は長州藩の中で立案して進めたとも言えるね。なるほど、そう考えると師匠の吉田松陰がすごかったとも思えてくるね。それは確かに一理あるね。ただ吉田松陰の門下生の中でも高杉晋作がそれを長州藩で実行できたのは、やはり晋作がそれをしっかり学んでおり、なおかつあったであろう周囲の反対を説得してこれを進められた力があったということだと思うんだ。高杉晋作が松下村塾で学べたのは、その後松陰が安政の大国で捕らえられたこともあり、1年くらいのようだけど、高杉晋作はその後長州藩から23歳の1862年には藩名で当時の秦の上海に渡航もして見聞を広げているんだ。上海への渡航前には長崎で滞在していた偉人たちから米国の南北戦争の情報や秦の内乱の状況など最新情報も得ている。そのあたりの見聞が騎兵隊の身分を超えた軍隊という特性を発散した元となっているのかもしれないね。確かに知識があってもそれを周りに納得させたり反対派に負けずに推し進めるのって胆力が必要そうだね。あとは吉田松陰から学んだだけでなく、上海に渡航して見聞を広めたり、長崎で偉人たちから直接情報収集をして学んでいるところとかは行動力がかなりありそうだね。今の受験戦争とかで参考書を暗記したり机の上だけで勉強してるのとは大違いだよね。そうなんだ。ただ松下村塾で学んだだけでなく実際に行動して生の見聞を広めているからこそ説得力があったんだろうとも思うね。なるほど。騎兵隊のエピソードはこれくらいで、次はわずか80名ほどで幕府に屈しかけていた長州藩を立て直すため高山寺で挙兵した話をするね。高杉晋作のエピソードとして騎兵隊の創設と同じくらい重要なのがこの高山寺挙兵です。80名がどれくらい少ないかというと、この頃長州藩に対して朝廷と幕府が懲罰として約15万もの規模の軍隊の派遣を決定しているんだ。15万人と比べると100分の1どころか1000分の1ですらないレベルだね。晋作はなんでそんなに無謀に見える挙兵をしたの？そうだね、その頃長州藩ではもともと長州藩を仕切っていた尊王攘夷を掲げる正義派と呼ばれた派閥が、1863年から64年の下関戦争の惨敗と1864年の金門の変の敗戦で勢いを失っていた時期だったんだ。しかも幕府による第一次長州征伐が迫っていたから幕府に恭順する俗路派が台頭してきたんだ。ところが晋作はこの俗路派に支配された長州藩を嘆いていて、これに反抗し正義派に決起を促そうとするんだ。ところが晋作の思ったようにことは運ばず、結局悲観的な空気の中賛同する者が少なく、わずか84名だけで高山寺にて挙兵することになったんだ。そうなんだ。ちなみに俗論派が長州藩を仕切っていることで高杉晋作はどんなことを嫌だったのかな？俗論派は江戸幕府におとなしく従おうという方針だから、幕府側の長州征伐をおとなしく受け入れて完全に幕府側に占領されて統治されるようなことになっただろうね。そうしたら当然それまでのように長州側が幕府の政治に口を出すということは難しいだろうし、ある意味独立した藩としての自由度は減っていたと思う。高杉晋作としてはこの時期江戸幕府が日本全体を仕切って守っていくことに限界を感じていて、幕府にはもう日本を任せられないと考えていたようだから、
からそれは耐えられなかったんだと思う。特に新作の師匠である吉田松陰は幕府が米国と1858年に日米修好通商条約を締結したことにひどく憤慨していたんだ。吉田松陰は列強の力は認めており、米国軍艦に乗り込んで幕府の許可なく米国に渡って見聞を広めようとしていたぐらいだから、米国と国交を深めること自体に不満があったわけではもちろんなく、条約の内容と朝廷に無許可で条約を提起したことに憤慨していたようだね。条約の内容としては米国側に領事裁判権を認め、日本側に関税自主権がなく、日本だけがアメリカに再帰国待遇を与えるという日本に不利な不平等条約だったと言われている。米国の黒船に脅され、それに対抗する軍備もなく、あっさりと不平等条約を結んでしまった幕に、吉田松陰は非常に失望し、また憤慨をしていたわけで、松陰の影響を強く受けている高杉晋作も、同様に幕に失望し、幕に日本を任せていては、自分たちが列強の植民地にされると、危機感を持っていたのかもしれません。なるほど。日本国内の力関係で言えば、諸州藩は幕に対抗する力を失い、逆に幕側に成罰される立場にあるわけだけど、それでも幕に従っていては自分たちがこの国もろとも滅びるという危機感があったのかもしれないね。うん、まさにそういうことだと思うね。それで新作は馬関にある長州本藩の海所を占領する計画を立てるんだ。さっき言った通り80名程度と非常に少ない挙兵だったけど、後の伊藤博文、伊藤俊介率いる力士隊も含んでいたんだ。伊藤博文は若い頃は結構無茶していたんだね。そうなんだ。なお伊藤俊介は長州藩の指示により1863年にイギリスに渡って留学をし、1864年に先の下関戦争の情報をキャッチして急遽帰国したところだったんだ。そういったわけで当時の最先端の学問に触れた逸材だったんだけど、高杉晋作の志に触れてこの決起に参加していたようだね。イギリスへの留学を藩から指示されるとは優秀な人だったんだろうね。そんなエリートが無謀ともいえる80名程度の武装決起に参加するってすごい時代だね。うん、大変な時代だったね。この時晋作は死を実際に確保していたからこそ無謀な挙兵ができたと言われています。そして実際に挙兵は命がけで小さな戦闘からスタートしますが、徐々に勢力を得て結果的に長州藩全体を塗り替えることに成功します。この晋作の動きがなければ長州藩は実質的に力を失ったまま埋もれていき、薩長による倒幕明治維新は成立していなかったことになり、それくらい歴史上重要な戦いとなりました。その後、高杉晋作の下で戦っていた伊藤俊介は伊藤博文として明治維新を経て総理大臣に就任するまで出世するわけですね。おお、晋作はよく死を覚悟してまで挙兵できたね。そうそう、この晋作の死を覚悟した挙兵ですが、晋作がかつて学んでいた松下村塾で吉田松陰から生きている限り大きな仕事ができると思うならいつまででも生きよう、死ぬほどの価値のある場面と思ったらいつでも死ぬべしと教えられていたことが影響しているのではないかと言われているんだ。師匠の吉田松陰もかなり熱い人だったんだね。そうなんだよ。高杉晋作は1857年頃吉田松陰が主催していた松下村塾に入り、日下元帥らと共に松下村塾四天王と呼ばれるほど認められていたんだ。また吉田松陰が1859年に安政の大獄で捕らえられると伝馬町で獄衆の松陰を見舞い世話をしていったとも言われているくらい松陰とは近い関係だったんだ。高山寺挙兵の話はこれくらいで、次の3つ目の話に行きましょう。高杉晋作の3つ目のエピソードは長州藩と列強四国の連合艦隊との間で勃発した1864年の下関戦争の時の話。惨敗した長州藩が四国連合艦隊との講和に際して高杉晋作は講和使節の使者として任命されたんですね。この下関戦争のきっかけですが、長州藩が上位として航行する列強の外国商船を1863年に無謀にも攻撃したんですね。その結果翌年の1864年にイギリス軍艦9隻、フランス軍艦3隻、オランダ軍艦4隻、アメリカ仮想軍艦1隻と合計17隻、総員約5000の兵力と圧倒的な四国連合艦隊に圧倒的な軍事力、兵器の力の差を見せつけられて惨敗します。ちなみに1863年の薩英戦争では薩摩がイギリス海軍と戦いましたが、この時のイギリス海軍軍艦は7隻だったので合計17隻の連合艦隊の大きさが比べてもわかると思います。薩摩相手に7隻で、なんで長州藩相手は17隻まで増やしたの？
そうそう、結構この差大きいよね。理由は定かではないけど、もしかしたらイギリス海軍は前年の撮影戦争で日本の諸藩がそこそこの戦いをすることを知っていたからこそ、単独で戦わず列強同士で連合して17隻もの艦隊を持って攻撃したのかもしれないね。そういった意味では薩摩藩の後に戦った長州藩は少し運が悪かったのもありますね。で、高杉晋作の出番なのですが、高杉晋作はこの大惨敗の砲撃戦の講和施設の使者に任命されるんですね。この時までなんと脱藩の罪で監禁されていたにもかかわらず、長州藩の指導部からなぜかこの大切な任務に任命されているんですね。おそらくまだ身分制が残っていた当時の長州藩において、晋作は比較的身分の高い家の出であることも影響しているのではないかと思いますが、晋作がその学問の経歴で一定の名声を得ていたこと、2年前の1862年には藩名で上海へ渡航しており、渡航前には英会話を習い、また諸外国の動向について米国人宣教師などを通じて見聞を広めていたことなども影響していると考えられる。特に上海での2ヶ月間の滞在においては、欧米の植民地化されつつあった秦の没落ぶりを目にし、また欧米に植民地にされるというものがどういったひどいものかといった現実を見てきたという点もあるようです。それだけ当時の長州藩においては国際通として貴重な人材であったということですね。晋作は藩のルールには従わないこともあったけど、晋作は海外を見た経験と能力に結局藩は頼らざるを得ないんだね。そうだね。長州藩も結局高杉晋作のような人間が自由に動けるほどには柔軟ではなかったんだろうね。それでいて結局は頼らざるを得ないと。相当な危機に面しては本当に役立つ人間に形式にはさておいて頼らざるを得ないということなんでしょうね。この結果、交渉役として選ばれた晋作ですが、上海での経験とそこで得られた危機感が役に立ち、また晋作はもともと持つ胆力などもあり、言語自体はそれほど通じなかったようですが、通訳も通して4国連合艦隊機関のユーライアス号の中でキューバ司令官との談判に挑みます。結果、柔軟に列強側の渡航の自由や必要品の売り渡しや上陸許可などの要求を受け入れつつも、呆然とした態度で賠償金を長州藩が負担することを粘り強く拒否し、幕府側への請求の方向で合意することに成功します。また彦島の租借の要求に対しては、これをうまく演技も交えながら話をうやむやにして立ち消えさせるなど、敗戦処理としてはとてもうまい立ち回りに成功しています。お、新作大活躍なんだね。そうだね。これには新作と親交の深かった伊藤博文が晩年、この時の高杉晋作の働きについて、晋作がいなかったら彦島は中国の香港などのような状態になってしまっていただろうと振り返っているよ。なお、先に高杉晋作は吉田松陰の松下村塾で学んでいたことを話しましたが、吉田松陰はもともと葉山左内という解剖論者で、肺炎戦争で清が欧米列強に敗北した原因を分析して西洋兵学の導入を主張していた学者の下で修練していたとも言われています。このため高杉晋作は吉田松陰を通じて、当然アヘン戦争で清が欧米列強に敗北した原因の分析を学んでおり、列強との講和条件の交渉においてもいかに清がした失敗をしないような条件で合意できるかよく考えており、まさに適任だったのではないかと思います。そして面白いのは、この1864年の時点で1839年生まれの晋作はわずか25歳、長州藩の列強との交渉という非常に重要な役回りが優秀とはいえわずか25歳の青年に託されたといったところに、当時の長州藩のダイナミズム、これから明治維新が始まろうとしている日本の躍動感を感じますね。アヘン戦争は現代の日本で歴史の授業などで教えられるけど、この時代に晋作は吉田松陰を通じて学んでいたかもしれないんだね。おそらく我々よりもっともっと深く、しかも危機感を持ってアヘン戦争のことを学んでいたんだろうね。そうだね。当時の日本にとってはまだ欧米列強と渡り合える力もないわけで、一つ間違えればアヘン戦争の中国のように大敗をして植民地化されるリスクもあったんだろうね。なお、アヘン戦争とは1840年から40年に2年にかけて清とイギリスの間で行われた戦争ですが、その名前の通り戦争勃発の原因がイギリスによるインド産アヘン、すなわち麻薬の清への販売だったという、ある意味とんでもない戦争です。当時のイギリスは清との貿易赤字を解消するための道具として植民地のインドで栽培した麻薬であるアヘンを清に輸出することを思いつき、これを実践します。そしてその結果、いわゆる麻薬が清の国内に広まり、治安を低下させ健康を害するものが多くなり、風紀も大敗していったと言います。さらには清側にとって貿易赤字が逆に発生しましたので、銀の保有量が激減し、これを黙って見ていられない状況まで追い詰められたわけですね。そのような中で清とイギリスの間で摩擦が起こり、結果戦争勃発につながります。うわ、イギリスもイギリスないね。麻薬を堂々と輸出して貿易赤字を解消しようとするなんて今では考えられない、ほらひどいことをしていたもんだね。いや本当だね。それでこのアヘン戦争の中では、イギリスは軍艦16隻、輸送船27隻、
武装機船4隻、陸軍兵士4000人を集め、防御範囲の広い市に対して機動力のある軍艦によって一方的に核攻撃破の戦術を取ったイギリス軍が有利となり、清は屈服され、1842年8月両国は南京条約に調印し、アヘン戦争は終結します。そしてこの結果、清はそれまで広州、アモイ、寧波に海上貿易の拠点を制限管理していたものを自由貿易規制に改めることになり、イギリスへの賠償金の支払いと香港の割譲が定められます。さらには治外法権、関税自主権の放棄など不平等な条約を無理に結ばされることになります。内航大量に売りつけて、相手の国が怒ったから力で屈服させて、しかも賠償金も払わされて、領土も取られるって鬼だね。それでこの1842年までのアヘン戦争とその後の影響が清に与えているマイナスの状況を、高杉晋作は上海への1862年の渡航で実際に生で確認し、また吉田松陰をはじめとした幕末期にアヘン戦争とその影響を研究していた学者を通じて見識を得ていたと考えられます。高杉晋作の魅力は鉱山寺での挙兵など、その勇気と英断といった面が一つですが、それだけでなく高い見識を持って時代の流れをしっかりと見定め、藩や日本の行く末を考えていたこと、この両面だったと思います。まさに文武両道であり、だからこそ明治維新につながる改革のリーダーとして、今この我々の住む日本の礎を作った英雄の一人とも言えるでしょう。高杉晋作は第二次長州征伐では長州藩の海軍総督として戦闘指揮を取りますが、1866年に幕府側の失敗に終わった後、翌年1867年5月肺結核にかかって療養していた高杉晋作はわずか満27歳でその人生を終えます。高杉晋作という名前は現代においてもその名前くらいは皆一度は聞いたことあるくらい有名で、明治維新の基礎を作った偉人として名前を残していますが、現代では考えられないほど若い頃にその全ての業績を作り、そしてとても早く世を去ったわけですね。鉱山寺挙兵で行動を共にした伊藤俊介、後の伊藤博文が高杉晋作について評価した言葉があります。動けば雷電のごとく、発すれば風雨のごとし、あえて静止するものなし、これが我が東郷高杉君にあらずや。下関戦争で西洋列強に日本の領地が咀嚼される寸前であったのを、その胆力でもって防いだ功績を持つ男、高杉晋作でした。